Guilty Gear Exam. 大事な家族メイの奇病を治療するためジャパニーズコロニーへと向かうジェリーフィッシュ海賊団。時を同じくしてコロニーではわずかな異変が始まっていた。あん時はそっちが先に潰れたんだよ。あ、そうだったか。おー、じゃあコロニーで落ちよう。そこで先生と会わせる。よし、準備はいいか。出発するぞ。いつでも OK。 何年ぶりかな。元気ではいるようだが。うーん、なんだい、どうした。通信相手の人、調律師さんだっけ。ジョニーにも仲良しな男の人がいるんだね。お前さんね、俺を何だと思ってる。あのロン毛だってたまに遊びに来てただろう。でもお金にならないミッションでこんなテンションの高いジョニー初めて見た気がする。調律師さんって依頼料すごいんでしょ。ファウスト先生に恩を返すんだ。手抜きな真似はできないさ。あいつならきっと先生の役に立ってくれるだろう。それにこの件が解決すれば俺の心配事もなくなるしな。Heaven or hell, duel one. Let's rock. Counter. レッスン1だ。ジャックポットを狙うもんじゃない。ジョニー、ウィン、ストレイト。
常々ビッドを持ち歩きたいとは思っていたが、つまりあんたの姿が俺の夢か。させたのはミステイクだったな。ジョニー、ウィン、ストレイク。相手が弱いか強いかそんなもの関係がない。とにかくかすかな俺はヒーローなのさ。Not over yet.
衝動的なのあるかな。レッスン1だ。ジャックポットを狙うもんじゃない。ジョニー、ウィン、ウィン、ストレイク。特技を売りにするやつは何かが劣っていることに気づかないんだ。全てがグレートな俺様が見えればそいつが弱点に見えるのさ。ジャックポットを狙うもんじゃない。ジョニー、ウィン、ウィン、ストレイク。クールを気取るなら、降りるべき勝負で無理をしないことだ。ギャンブラーを相手に運で勝てるはずもない。ジョニー、versus ジャンピオン。Get ready to rock。Oh, my God.
瞬なんだ。ジャックポットを狙うもんじゃない。ジョニー、ウィン、ストレイク。しばらく見ないうちに随分とフォーマルになったな。汗が飛ばなくなったのはいいか、匂いが止まらないかしら。悪女なんてこの世にはいない。悪い人間がいるだけだ。女をマイナスに表現する言葉を俺は許さない。Counter.
初に。ああ、その調律師さんって何なの？ああ、そうだな。ギターってあるだろ？ちゃんと調律してやれば美しい曲を奏でられる。だが調律が悪いと、たとえプロが演奏しても、その音は聞けたもんじゃなくなる。これはな、実は他の全ての事柄にも言えるんだ。例えば、人間でも調律が悪いと本来の調子が出なかったり、体調を崩したりする。うんうん。調律師ってのは、そういった万物の調律の具合を診断して整えるのが仕事だ。へえ、すごいね。ああ、すごい。世界でもごく一部の限られた民族にしか発現しなかった貴重な能力だそうだ。ジョニー vs レオ。海賊ども、ここであったが100年目だ。観念して、お縄に来い。おいおい、そっちも事情はありそうだが、俺たちは急ぎのようだ。見逃してくれ。部下の面前でなければ見逃してもいいが、報告書の手前そうもいかん。しかし、なんであんたがここにいる？コロニーの異変に関係があるのか？異変？何か知ってるのか？ならば話が早い。同行させてやるから、捕まったふりをしろ。しょうがないな。こいつは一つ貸しだぜ。いいだろう、契約成立だ。捕まったふりを頼むぞ。では行くぞ、この小悪党ども。うん、ちょっと待て。なんだてめえ。このジョニー様を捕まえて、たとえ芝居であろうと、小悪党とはどういう了見だ、こら。そこ。 Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock。 目をこらせ。おいだ、ミスが嫌がるだ。うわぁ、こわっ、違うんだ。目をこらせ。おいだ、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 目をお縄に。いかなる事情だろうが、このジョニー様を小物扱いすることだけはタブーだ。その時よろしく。どうも、そこまで。これ以上場の気を乱すのはやめんか。あ、なんだ貴様。申し遅れた連王殿、それがちはクム家の五代目当主ヘヒョンと申す者。コロニーに異変ありとの報を受け、見聞に参った次第。クム家、あの調律師の家の者か。俺が依頼したんだ。コロニー住人の返帳をある筋から聞いてな。
その調査のためだ。うん、無論調律に難があればそれをジオン力で正すのが我がなりわい。だが逆に言えばそれがしができるのはそこまで。この症状は住人の調律を正しても解決せん。どういうことだ。それがしは医者ではない。病を未然に防ぐことはできても病そのものを治すことはできん。変調の健康を特定できればその調律を乱して症状を抑えることはできるがな。やはり先生の見識が必要か。そろそろ現れてもいいはずだが。これだけ役人がいるのだ。ひょうひょうと姿を現すわけにもいくまい。通信で構わんから連絡を取ってくれ。ことによっては猶予のない事態かもしれん。大事になってきたな。まさか元老院の起こした事件はまだ終わってないのか。This is a space. This is a space. Can you hear me?